ヨハントマス・ロンビューの自画像ヨハントマス・ロンビューはデンマークの風景画家である。デンマーク黄金時代と呼ばれる時代の最後の世代に属する画家であったが29歳で自己死した。シェラン地域のカロンボーに生まれた。兄のカール・クリスチャン・ロンビューは軍人の道に進み、後に戦争大臣となる人物である。コペンハーゲンのデンマーク王立美術院でルンドの元で学んだ。 同世代の画家には、スコゴール、ピーター・クリスチャン・タンシン・スコーブガード、フレイデーク、ローレンツ・フロリック、イアイコー、ジェンズ・アドルフ・ジェリカ・オラがいる。ナショナル・ロマンティシズムと呼ばれる、祖国の風景を描く動きに影響を受けている。1848年春に、シュレース・ビヒ公国の貴族をめぐる紛争が始まると、ロンビューは、デンマーク王国軍に志願兵として参加したが、 前線に到着するとほどなく、銃の暴発事故で負傷し、その8日後に死亡した。デンマーク黄金時代は、ロンビューの死をもたらした、シュレースビヒホルシュタイン戦争などによって、デンマークの繁栄が失われることによって終わった。ありがとうございます。